ケンメルンは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーフランケン行政管区のバンベルク郡に属する、マチソン。ケンメルンは、バンベルクの北約7キロメートル、ハースサンチマッタンの麓でマイン川に面した、平均高度236から250メートルに位置する。オーバーフランケン行政管区のバンベルク郡に属し、マイン渓谷上流部のオーバーフランケン西部に位置する。中世世紀には、 公益路ネット上の文化先進地域にあった。ケンメルンからは多くの遊歩道やサイクリング道路が周辺の興味深い場所につながっている。ケンメルンは現在も重要な道路に面した大変に交通の便の良い位置にある。ケンメルンの居住地区としての歴史は大変に古い。最初に人が住み始めたのは紀元前1000年くらいにまで遡る。 ゼムベルクの平連礼拝堂の起源は、ケルト時代の神殿にあるとされている。中世初期には、現在のケンメルンの地域は、ゲルマン人居住区とスラブ人居住区の境界付近に当たっていた。ゲルマンフランク人の入植地とは、デルトハイムやシルディングで、スラブ人が暮らしたのが、マイン川沿いの BRG と呼ばれた隠れ家や、神殿であったと推測される。ケンメルンは、 2017年10月26日に、当時の法領ラーデンツガウの集落カメランとして、初めて言及されている。この文書で、皇帝ハインリヒ2世は公益協定の確認をしている。その後、1803年の世俗化までの数世紀の間、ケンメルンは、バンベルクの司教座制度を参事会員の所領として、重要な村であった。こうした土地ではかなり早い時期から、 限定的ではあるものの自律的であったことは疑いない。ケンメルンでは村の少数の有力者たちによる認可によってコントロールされた独自の規律のもとに村の運営がなされていた。ケンメルンは防衛のため水堀と三つの門営を築いた。1525年のドイツ農民戦争ではケンメルンはハント側に着いた。 1631年から1632年にかけての冬にこの町はスウェーデン軍の襲撃を受けた。30年戦争による被害がいかに甚大であったかは、1638年には68人の死郷座制度参事会員のうち26人しか残っていなかったという事実から推測できる。1756年から1763年の7年戦争で、ケンメルンは、 バンベルクの司教領主がオーストリアと結んだため、幾度も帝国軍に属する様々な軍隊の宿営になったり、プロイセン軍の侵入を許して、その宿営地になったりした。1803年の帝国代表者会議主要決議で、この町はバイエルン選定公領,領となった。バイエルン王国の行政改革の時代、1818 18年の自治体例により現在の自治体が成立した。 当時の人口は2700人で、ケンメルンは重要な地位を占めていた。ケンメルンには1710年に独自の小教区が創設された。カトリックのセーペテロパウロ教会は1978年から1980年にかけ拡張された。ケンメルンはマイン川に面したその地形からたびたび洪水に襲われ、 特に1909年2月と1967年12月には、甚大な被害を受けた。1978年から1980年に、大規模な洪水対策工事が行われた。1995年以降、州の女性を受け、EU の経済援助を受けた、都市計画の枠組みで、町の中心部の衛生化が進められている。ケンメルンにかかる虹この領域の人口は、 1970年1923人、1987年2188人、2000年2565人であった。2005年12月31日現在のケンメルーンの人口は2659人である。宗教分布は以下の通り、議会は直接選挙で選出される市長と14議席の議員からなる。これに市長が議長として加わり、 1> 計1 5名で構成される。主張は、リューリガー・ゲルスト。彼は、2002年に、前任者のアロイス・フェルチュから職を引き継いだ。この文献は、ドイツ語サイトの参考文献に挙げられていたものであり、日本語版作成時に直接参照しておりません。ありがとうございます。